梅原市場梅原市場梅原市でえっ、ー、とすいません今日一応 ラジオやるんですけど、まあ、質問もね、多分そのマシュマロをやりすぎてる影響か、質問もちょっと少なめなんで、<laughs> まあ、ああと、プラス俺が結構、はい、諸事情により疲れてるので、あ、諸事情です諸事情により、はい。あの、ちょっと人には言えない理由で疲れてるんで、はい、ま、今日は1時間くらい。そうですね。はい。はにしましょうかね。あの、そうですね。はい、ちょっとね。えー、たまにはこういう会も。 頑張りすぎてしまったので、しょうがない、はい、そうです。ねちなみにマシュマロどうですか、ね、あんだけ質問答えてて、はい、なんか、まあ、質問答えるのって結構疲れるじゃないですか。脳、まあ、を使うというか。そうですね、まあそうですね。まあ、ちょこちょこ、あのーまあ、見たりはしてるんですけど、はい、結構なんか深い、最近深い質問も、文章長めの質問も結構多いと思うので、ああ、そうですね。 はい。相談役疲れみたいなのはあるのかなと思って。あいや、全然ですね。なんか、はい、あの、俺考えたことなかったなっていうのは結構飛ばすんですよ。飛ばえー、考えたことなかったなっていうか、いや、なんかその,、はい、あの、結構苦手な質問があって、まあここで言うのもあれなんですけど。はいはいはい。まあそれはあります、ね、あの、えっ、ー、とね、例えばね、何々の一番は何ですかとかすげえ困るんですよ。 ああ,のあ、フード。あ、じゃあ、どうしますフード、フード入れて、もうやっちゃいますあ、ごめんなさい。ごめんなさい。ねね、マイクはちょっと、なんか、やばかった、うんあ。マイク大丈夫だけど、<coughs> 聞こえてます。えっと、マイク、えっ、ー、と、なんだっけ。あ、で、フードさ、今日1時間ぐらいで、うん、まあちょっとゲストもいないし、いつもと、まあ時間も違うし、あの、 ちょっとあれを変えて、翔平さんありきの三人で話す会にしようかなっていう。はい。はい。じゃあちょっと、まあじゃあ、フードいるということで、じゃあ翔平さん話の続きを。あ、俺、ごめんなさい。そうそうそう。そう。えーと、<laughs> そうそう。例えば、あのー、なんだろう。えー、マーラさんの何々で、一番好きな何々なんですかとかっていうのは、結構、はい、あ、フードね、結構声入ってるね。あ、で、あ、うん。多分なんか拾っちゃってると思う。 なんか変わっちゃってるうん、設定変わっちゃってるあ、たぶん今どうだろうって。うん。今ちょっと落ち着きましたかね。はいはい。で、めちゃめちゃ入ってるな。めちゃ、ノイキャンがね、なんか聞かなくなっちゃってるんだけど。ああ、どうしたのごめんなさい、ごめんなさい、ちょっと今。ああ、いいよ、全然。そう、それで、またとっていうのとか、あと、その、なんか、 ゲーマーなんだっけ何々だとすると、例えばこれこれこういう状況だったら、ゲーマーの中誰選びますかみたいな。あのも苦手なんですよね。ましたそういうのも結構多いんですけど、結構苦手っていうかなんか、うん。結構適当に答えちゃってますね。<laughs> その場でいきなり、あれですよね。はって言わ,れ言われてもなかなか決めれないのもありますよね。そうなんですよね。でも、はい、えっと、逆になんだろう。 亀って言うとちょっとあれなんですけど、はい。は、なんかね、結構スッと出るんですよね。だ多分、あの、自分で無意識のうちに考えてる、考えたことあるんですよ、全部。なる,な,るなるほど、なるほど。似たような状況。うん。人生相談的なのは、はい、俺がこういう状況だったらどうしようかなとか、はい。こういう状況って、例えばこういう人たちにとってはこういう状況だよな、みたいな感じで、結構なんか、全く一緒じゃないんですけど、まあ要、要点同じだから多分、こういうことだよね、みたいな感じで、うん うんうん、そっちの方が答えやすかったりしますよね。考えたことがあるんで。はい、まあ、ちょっとずつなんか質問の傾向も変わってきてますなんか最初の方と結構変わってきたかなと。いや、全然意識してないですけど、ただ長文が増えたような気はしますね。ああ<ー>。はい、まあ、なんか読んでもらえるっていうのがやっぱでかいと思うので。うん、いいそうっすよね。普通はだってその、配信のコメントとかだと。 長文って読まない。読まれないじゃない。読まれないっていうか、読んだとしても、それについてあんまり深く話すこともないし。はいはい。あと、ラジオでも、まあ、言ったら、あの、なんか別にあんまり興味ねえなって思うのは読まないじゃないですか。他の本を読んじゃいますからね、どうしても。うん、そうそうそう。他のがあるからね。なるほど。まあ、ちょっと今日、フードさん入れてっていう話で。 えー、よろしくお願いしますなんですが、あのー、ちなみに私の、あのー、ちょっと梅原さんに聞いてもらいたい話があって<お>あのー、獣道まだ,まだ獣道こするんですけど獣道を見てあのー、やっぱり影響を受けちゃいましてあ<ら>、あのー、正月からですね、はい、帝に行きベガの練習を。ベガの <laughs> めちゃくちゃゃく めちゃくちゃなんだろうな。あのー。にわかな。なんか、いやいや、気持ちはわかるんですけど、いや、そうなんですね。意外とそういう、まあ、ミーハーと言いますか、なんというか。ミーハーというか、そもそもそんなに、あの、X をリアルタイムの時にそんなやってなかったんですよ。やってなかったい、その、ベガ対ガイルとかがどういう戦いかもよくわかってなかったんですよね。っていうキャラも、なんか浅いところでしか知らなくて。 うん、あんな戦い方してあんな感じにガイルに勝つんだみたいなすげえなと思って面白そうだなみたいなのが、まあまあ、きっかけなんですけどうんで、まあ、ちょうどその一緒によくやる友人ももともとやってたんですけどあの小高商店さん見てガイルにはまり23年、はい、2> 2, 人ぐらい前からガイルやってたんでこれはあの2人でちょっとベガガイルやろうって。 っていう話をして、うん、でひそかにこう正月にあの練習してたんですよね練習してて1月5日ぐらいにやる日になって久しぶりに X やろうよって言って、うん、あのやってその友達が入ってきたら友達もベガを始めてたっていうもうあのあ<は>ベガミラーをやることになり <laughs> 結構微妙な組み合わせですけどねベガ,ベガミラーはね正直向こうの方が完全に仕上がってて ボコボコにされてですね、あのー、そ,その時に梅原さんがそのベガンに対して、まあ、剣だと面白いみたいな竜だとなちょっと竜有利だみたいな話をしてたいですあそうす、ねはい、でそれ,それを思い出してあの竜で入ったらちょうどいい感じの面白さにあ<ー>対戦のオフボブぐらいになって先生のおっしゃる通りあり<う>ベガンには竜だなと、うん、そういう話でございます。なるほど あのフードさん何点ですか今日は前にも似たようなのを配信で聞いた気がするなという。笑瓶 <laughs> さんのそのなんていうかあの小話ってあのあれですかえっとこの間ちょっとまあ配信で俺もポロッと視聴者に聞いたんですけどその狙ってる部分ってありますそのなんていうか。あえてあえてちょっとこう落ち弱めに弱めにしてるぞみたいな。 あーまあまあ、まあ、じゃあそこもね、キャラクターとして大事だけまあね。あくまで、この、ねなんていうんですかね、触りなんで。うん、なるほど、なるほど。あんまり、あんまり面白くてもっていうか。そうそうそう、あんまり盛り上げすぎ、うん、まあ確かに前菜っていうか、最初のね、あれであんまり味が美味しすぎると、メインディッシュとかがね、かす、うんはい、んじゃいますからね。そうですね。あとなんか、こう、 関西弁ですぎるのもよくないないいっていうのをいあでも俺、翔平さんが関西弁喋ってんの聞いたことないかもしれないですね。いや本当に、関西弁喋ると、うん、なんか、その、イントネーションとかが、はい、あのー、やっぱきつくなっちゃうんで。ああ<ー>そうなんですよ。なんかね、あんまり、なんかしかもはや早口にもなるんですよね、関西あっ、えー、そうなんですね。なので、ま慣れてる言語だからってことなんですかね。 そうですね。まあ、あと、あの、ジョビンさんと喋り方全く一緒っていうのを。あ、そうなんですね。ああいう感じの。なんか、でそうなんすかみたいな、になっちゃうんですよね。へまあ、体育会系の、なんていうかああ、なるほど、なるほど。みたいな、そういうノリになるんで、ちょっと、そのうち出ると思いますけど。 逆にどうやったら出るんですか、そ,んなそ隠してる関西弁は。いや、本当、多分これね、あのー、こっちに来てる地方の人、みんな言うんですけど、あの丁寧語で標準語は喋れるんですよ、ちょっと敬語みたいな、丁寧な標準語は喋れるんですけど、タメ口の標準語が喋れないんですよわかりますああなるほどね。 そうなんですよだからなんかあの壁を感じるっていうのはよく言われてけどなんか慣れ慣れしくなんていうんですかね方言をタメ口で喋るのがめちゃくちゃ難しいみたいな。だよ,だよなーとか言えないですよねは言えるんですけどやねんう <laughs> そう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 なうそ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 うう コテコテな自分が恥ずかしくなって <laughs> でなんかその関東の人にこう喋ってよって言って喋ると下手な関西弁になるんですよなんか嘘くさいああ<ー>そうなんですよなん,かなんかもうわか,かんないです自分でもこれあの今コメントにわかるって結構あると思うんですけどねこれもう本当にあるあるなんですよこれもう、えー あの壁を壊したたいいいんんですけどなんかなか喋れみたいだね、うんまあ、でも確かに言葉ってあでも同じ日本語でもそ,そんなに、ね、あるんですねありますねしかも、うん、相手が関西弁だとも一瞬で関西弁になるんでへえ<ー>そうなんですよ関西弁になるねみたいな, <laughs> な関西人ゲスト結構翔平さん面白い方針しいんですよねあ<ー><や>あ内容とかも解放されそうですもんね 確かに確かに。どぐらと大一郎ぐら一回もオロチさんからんかもっきり関西弁ですよね。一回上優さんも。そうですね。大阪かな近、はい。たぶああいう方としゃべると、もろに。もろ<ー>に関西弁になると。もろに関西弁になると。なるほどあ。あとハイタニもそうか。ハイタニもけ。 あ,こさんあの辺、あの辺、なんか皆さん、落ち着いた関西弁じゃないですか、なんかつ強くないみたいな、あ<ー>はい、なんか、ジョビンさんみたいな、こう、こてこての関西人やでみたいなのが、うん、あののの方なんですよね僕がどっっちかってあ,のあの人ってこてこての関西人なんですかその、やっぱ分かんないじゃないですか、東京だと、なんか、どっちかったらなんか、ね、徳島の人ってイメージがあったんで。あなんかだ多分 その吉本が作った関西弁なんじゃないですか、あのなお笑い、吉本の大阪のお笑いの人って、ああいう喋り方だし、テレビで見る感じですよね、うん、それに影響を受けて、僕もそうなってるんだと思いますけど、<laughs> あもうすみません、ごめんなさい、これ以上は広げなくても,もう、<laughs> もう大丈夫です。わかかりまましたメールいきますか そうっすね。じゃあ、いきますか。かあ、はい、ごめん。えっ、ー、と、フードに送ってなかったっす。すいません。ちょっと待って、ねはい。あ、いや、よくあ、ね別ブ来てます、来てます。あ、きてる。あ、来はい。じゃあ、えー、っと。はい、ちょっと待ってくださいね。えー、っと、これか。はいはいはい。えー。 今日今日はちなみにあのメール採用率確変してるんで皆さんぜひ <laughs> そうですね、はい、確変、えー、どうしようかなえーえーじゃあ俺いきますかうんそしてじゃあ虹のパパさんで毎週ブインドです SFL 毎週毎週列挙させていただきました 地獄から生還した試合は本,当に本当に最高でした試合を完成して年がえもなく興奮する私を見た小学3年生の息子も興味を持ったようで途中から一緒にミルダービースト試合を完成して興奮するようになりました <laughs> ついにあけこん買って自分もやってみたいというようにパッと延長時だった私部分も合わせてあげこんを2台買いお互い下手なに楽しんでいます <laughs> FPS しかなかった息子は格芸興味を持って父として非常にうちしかったスプレーフも応援していますっていうまあ小学3年生の子が 始めたんだなっっていうのがちょっと高さなんだろうな、うん、大会に参加して全然想像しなかったことだなと思うんですよ。リフも応援してますから結構前のやつだね、これね。そうっすね。今日のやつじゃないですよね。今日のやつじゃないですこれ。これ違うんだね。今日のやつはごめん。あのー あ俺があの確かにこれ今日のやつじゃないのか <laughs> 12月だね12月15だね <laughs> わあ <laughs> <ま> <laughs> あ待ました今俺もあれ <laughs> と思ってじゃあ12月15日なんですね核変核変がまさかの核変会になっちゃっての <laughs> ち,ちょっと待ってねまあいい話いい話ないやだからその SFL で小学子供がやり始めるっていうそんな世界線あるんだなぁと思って今 ああ<ー>、そうね。親がね、あれだと。うん、あ一応送りました。よし。リアル。じゃあ、俺、俺がやろうか。じゃあ、最初はね。はい、えっと、じゃあ、まあ、えー、じゃあ、ビーフさん。言われるとちょっとイラッとする言葉ってありますか私はいかがなものかと、いかがなものかと、という言葉と、お分かりになりましたかという言葉を聞くと、 とイラッとすることがあります。あのー、ありますか？イ <laughs> ライラッとすることあります。何ですか？お、<laughs> ここはあえてあの普段返さないような回答でいきますけど、はい、あのー、めっちゃ嫌なのが、はい、あの話してる途中とかに。うん そんな別に面白くないのに、うん、めっちょもろいやんみたいな話の聞き方する人がたまにいるんですよ。なるほど、関西弁でね。うん、めっちゃもろいやん、それみたいな <laughs>、うん。全然面白くない話だっ <laughs> 全然方がちょっと51っぽかな。適当に相槌ちでそういうこと言うなよみたいな感じで、なんていうのかな、合わないなって感じの。あ<ー>みたいな。 いますねー本,本当にイライラしていきますよこれ本当にあそうですかはい、あ。あの皆、ー、さんこっち言う前にめっちゃおもろいやんみたいな何それめっちゃおもろいやんいや,んいやちょっと待って <laughs> まさにそういう人いるんだけどいやいやそれはもうえ関西弁ですか関西弁関西いやうん関西弁得意かどうかわかんないけどめっちゃ おもろいな、めっちゃおもろいなって、あの、全然話落ちてもいないのに言ってくる人はいた。<laughs> <laughs> いや、もうその、あれ翔祐さん会ったことないよな。会ないです。違う。<ー>ち僕言われたのは、<ー>なんかその、うん、女の人だったんですよ。女の人で、えー、もうな,なんで、ね、だいぶ前ですけど、ご飯食べに行ったときに、めっちゃ、うん、めっちゃ相図がそれで。それはきついな。 きついな、このご飯はきついな、みたいなもん。それはマジで嫌ですね。嫌ですね。うん。まあ、相槌そうですよね。あの、てかその話を途中で遮られるのはまあ確かに嫌ですよね。嫌<や>それが仮に褒め言葉だったとしても嫌ですよね、ちょっとね。うん。あとなんかテンション感の違いというか、こっちがこれから盛り上がっていくときにもう向こうはなんか、 みたいな。ああ、違うな、みたいな。いやいや <laughs> あなあ,、まあ、話す気なくしますよね。それはわかります。めちゃくちゃわかります、それは。はい、あんまりいないですけどね。そういう人ね。いいうん、そんなに多くないですけどね。でもまあ、い,いるとやっぱちょっと俺も、なんか話す気なくちゃ、なくなっちゃいますね。うーん。なるほど。俺なんかあるかなイラッとする。イラッとする。俺,俺はあれですね。あのー、 か人狼とかでも、うん、いや、分かってもらえますよねみたいな感じの、膨らみを持たす言葉ばあ,<ー>、まあ分かるよみたいな、だから,だから、知ってんだろうみたいなの分かるけど、うん、その、汲み取ってほしいみたいなのは、面倒くさいなと思いまうんです。分かるんだけど、<laughs> なんでそんな、そのよく分かんない夢に付き合わないといけないのね<ー>なるほどね。なるほどね うん、その、<え>謎の有利を取りたいっていう、そのとちっちゃいじゃないですか、この有利。<laughs> まあまあ、まあ、有利。ああ。言ういや、含ますってことは自分に利があるからだと思うんですけど、それ別に人狼ゲームってわけじゃないですけど、そのなんか、こう、世の中で含ますわけじゃないですか。ああ、俺がそれ、あれだな、やんない行為だな。なるべくやんないようにしてる行為だな。含ませる。察してもらうとか、うん、あの、うん。 は、なるべく。まっすぐ言ってくれる方が楽。そう、絶対そう。言うか、まっすぐ言うか、言わないかだね。我慢するか、どっちかだね。うん。うん、まあ、なんかちょっと、だるい、だるいなって感じです、ね。ああ、なるほどね。いやー、俺なんだろうな。えっと、イラッとする。うん。うする。うーん。 いら、イラっとするっていうよりかは、なんか、あのー、あれだね。さっきのその、めっちゃおもろいやんみたいな感じのやつとかって、俺なんか、イラっとするんじゃなくて、なんか、気持ちがもうどっか行っちゃうんだよね。<ー>その場、心ここにあらずになっちゃって、<laughs> なんかもう、<ー>心と出しちゃうんだよ。うん、そう、あ 早く終わんないかなに、一瞬で切り替わるから <laughs>。この飯早く終わんないかなになっちゃって。その、もうもういいやになっちゃうから、イラッとしないんだよね。イラッとするよりもしかすると立ちがあるかもしれないけど、心がどっか行く <laughs>。あっつって <laughs>。あみたいな。もうなんか、自分の世界入っちゃう。閉ざしちゃうんですね。え俺やってはないけど、多分、割と普通のことで、多分、イラッ みんなが、てかほとんどの人がイラッとする場面で、あみたいな。<laughs> もうこの、この人について、なんかこう、気持ちを、意識を割くのやめようっていうふうになっちゃいますね。俺は。イラッとするんじゃなくて。うん、逆にイラッとまで行かせると大したもんだってことですね。なえっと、あ<ー>あ、そうそうそう、だから、えっ、ー、と、ある程度関係性がないと、イラッとしないんですよ。うん、そう。 だそういうのじゃなくて、イラッとするとしたら、何ですかね。イラッとするとか、イライラするので言うと、はい。麻雀打つの遅いとか、<laughs> <laughs> あとはなんか、格芸で言うと、あ俺が大嫌いなのは、あの、すげえ体力負けてんのに攻めてこないのは結構イライラしますね。あいますよね。あれは結構イライラしますね。あのー、どうせ別に勝ち負けでいいや、別に負けないんですけど、はいはいはい。うん、なんか、 意味のないその時間の使い方っていうか遅延は、まあ、結構イライラしますね結構いなくないですかそういう人ってそううーげゲーセン多かったと思いますよ俺やっぱ長く遊びたいから死にたくないっすよね <laughs> 俺そ,それなのかなと思ってました俺この人なるほどあそういうことかそれもあるかもねだっておかしいじゃないですかだってあ,あとだってこっちガードしてるだけで終わる時超多いじゃないですか <laughs> 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 そうだね、いやでも確かに、50円もそうだけど100円、100円とかになると、もう本当になるべく長く生きてたいだろうからね。うん、だからその話もちょっとかぶるんですけど、剣道してるじゃないですか。はいはい、もよく3本勝負なんですよ、剣道って。で、うん、5分とかじゃないですか。で、うん、練習試合とか、まあ、まあ負けてもどうでもいい試合っていっぱいあるじゃないですか、なんか。 残り時間1分とかで、攻めない人ってめちゃくちゃ多いですよ。へえ<ー>。別にでも、日本と投げ込は一緒なのに、ででうん、いや、でもいけ、いけないのかな怖いのか。あ、それは、えっと、例えば、格闘技とかで、もう、時間、もう、要するに、判定で負けてるから、行かなきゃいけないんだけど、まあ、痛いのやだなとか、怪我するのやだなで、行けないってなるじゃないですか。まあ、それは、その、はい、なんていうか、こう、 競技である、競技でもあるけど、同時にこう、え、まあ、エンタメっていうか、その、見てる人を楽しませるものでもあるじゃないですか。はい、そういう意味では、その、負けが確定してるのに行かないってのはどうなのかなっていうのはあるんですけど、一応そういうの込みで、多分、仕事なんで。ただ、わかるじゃないですか。うん、痛いから。<laughs> 痛いとか、その、怪我するとかあるから、まあ、わかるんですけど。ゲームだとそれないから、ちょっと、やっぱり。確かに。なんのっていう。 あそれは確かにちょっとイライラあります、うん、そうただでさえ何にも起きてないゲームの中で何も起きないっていう時間があることが極端に嫌いなんで、うん、そうただでさえねうんもう即あの「えい!」で飛びますけどねそうなるとねもうどういうことですか <laughs> あの時間なくてもうこっちも、うん、まあ体力差明らかだみたいになったら、うん、でもとりあえず飛ぶしかないっしょみたいな 落とされたらまあお疲れ様でしたみたいなはい,は,いは,いはい。いですよね。期待値ある行動を取っうんなるほど。まああのもちろんそのなんだ負けてるからそのちょっとつ盲信で突っ込んでいけっていう話ではもちろんないんですけど前に行く姿勢は見せないとまずいよねっていう話で、うん、そうそうそう。なんかディベンシブとか様子見をやたらしてたりするといやあの うん、で、あの、あれなんですよね。あの、まあ、ードも全く同じ考えだと思うんですけど、それ、あの、なんで嫌かっていうと、大会だったら、あ、ありがとうつって待つんですよ、こっち。うん、で、のじ合いだと、あ,<ー>あの、めんどくさいなと思っちゃうんですよね。その、そう,ね、そう、そんな行為だから練習にもなんないし、相手がそんなことしてるから。うんうん、っていうなんか二重の意味で嫌ですよね、そういうのって。 ち、うん、っみにのマージャンうん、マージャン打つの遅い、あの、結構梅原さん早いじゃないですか、打つの。はい。早くないですか早いですね。というか、まあ、その、なんだろう。まあ、結局あれって、その、空気読みみたいなところあるんですよ。周りが遅ければ、っていうか、その、周りがその、うん、結構じっくり考えてやるっていう場だったら、はい。多分それが正しいってなるんですけど、フリーとかだと、まあ、割とみんなサクサク打つんで、 うんうん、よほど難しい場面じゃない限りは、サクサク撃、撃っ、ってばいいんじゃないっていう <laughs> 感じっすよね。別に撃たなきゃいけないわけじゃないですけど、遊びだからなか、まま、なんかままみんな同じ条件でやったほうがよくね、みたいな。まあ、曖昧なんですけどね、そこら辺が曖昧なゲームだからしょうがないですけど。うん、ただ、その、俺は何が嫌かっていうと、あの、ルールで決まってないからこそ早くしようよって思うんですよね。 ルールで決まってるんだったら、俺ビルスに時間いっぱい使われても全然嫌じゃないんですよ。はい。例えば、じゃあ一人、一回積もってから切るまでに、まあ、10秒考えていいです。うん、30秒考えていいです。まあ、もしくは1分考えていいです。ってなうんだったら、毎回1分考えられても別にいいんですよ。だからルールなんで。ただ、その、極端、まあ、そこ,そこまでやってやるやつ見たことないですけど、3分考えてもルール違反ではないんですよ。うんうん。うん。 一秒で切っても大丈夫だし、三分考えてもいいっていう、その、なんて言うんだろうな。お互いのそういう、こう、なんて言うんだろうまあ、もう、まあ、モラルって言ったらあれですけど、遊ぶ上での、まあ、暗黙の了解というか、これぐらいの時間内でやんないと、失礼よね、みたいな。そうそうそう。そう,うっていう範疇でやってるから、だからこそ、ちゃんと、ちゃんとというか、あんまり長時間やられ、考えられると、毎回毎回。うーん,うーん え、じゃあみんながそれ、それでやったらどうなんのって話で。みんながみんな、その、めちゃくちゃ兆候を毎回してたらもう、お店もね、全然仕事にならないし。毎会も見てる人もね、ってありますもんね。うん。シャドバでありましたよ。その、一ターン目から、うん、あの、時間切れまで待ってしといて。一 <laughs> ターン目から <laughs> はい。それでなんかミスがないようにってこと 多分、常に一応、その、多分手札との兼ね合いを考えるとかのコだと思うんですけど。なるほど。一応ルールないじゃないですか、<も>それって。なでも、シャドバってさ、そうは言ってもさ、なんだろう。これ来たらどうしようとかって、いろいろ考えることがあるんじゃないのあれ、一旦目って手札何枚だっけあれ。何だ、うんだかなんだか。ああ。先のことまで考えてんじゃないの次、これ,これ引いたらこう、これ引いたらこうって。やっぱちょっと叩かれてましたね。あ、あ<の>そうなんだ。ルール内でも、やっぱね、その、 いや行動できねえのに待つのやばいでしょみたいなだから地位できないのに<ー>ちょっとこの範囲で待っていいみたいなそんな感じになるかもしれないですなるほどね <laughs> ああなるほどさもさも選択肢があったかのような、うん、ああなるほどねあいって,てそうか、まあ、そ行動取れないのか個数は、まあ、ほぼないですよねな,なくはないと思うんですけどうん、うんうん、ああなるほどねうん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 まあ あの、まあでもまあ結構いろいろ人それぞれ。<laughs> 人それぞれ。まあ、でも全部、フードのは俺はそんなにイラッとしないけど、まあ翔平さんのはわかるかなっていう感じで。ありがとうございます。いや <laughs> 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 どうしてですか、俺。翔 <laughs> 平さんと。いや,別にいや,いやそう、正確だからね。分かりました。はい、じゃあ次俺、俺いつか質問どうぞお願いします。どうぞ。 匿名希望さんで梅原さんにおすすめする宿があります。信<宿>州の隠れ宿、魔ほろぼさんです。うん、URL あります。はい、川中島駅から車で迎えに来てくださいます。山奥の宿でいろいろと火を囲みながら地元で取れる山菜野菜を使った料理、たくさんの種類のきのこを味わえる、うん、名物きのこ鍋、イワナや信州サーモンといった盛ん料理、そしてさまざまな日本酒をいただけますよ。あーへー 長野ってこと長野長野じゃないですか、うん、多分、信州。信州って長野だよね。え。あ <laughs>、そういえば、長野といえば、俺、長年大間違いしてたことがあって。ほうほうほう。あの、唐辛子で、万、え、願、ー<や>ま、寺の唐辛子って知ってます結構有名なあ、んですか。はい。でっかいですね。あ、でっかいっていうか、あ、まあでっかいのもあるけど、まあ、結構お店とかにも。 すげえ人気のやつなんだけどあれ俺昔初めて見た時長野で一回だけ人生一回だけスノボ行ったのよゴンタとかと行ったんだけどうーんその頃ゴンタが長野に住んでてでそのバーるから来ないよみたいな感じで行ったのが後にも先にもっていうか一回の長野なんだけどその時に駅前で土産で買ったのがその万願寺の唐辛子だったのね、うん、だからてっきり長野名物だと思ってて なるほど。で、プラス、さらに間違いがあって。あれ、長野、長野じゃなくて、確か、京都とか奈良で、しかも、万願寺って、寺の名前じゃなくて、唐辛子の名前なのね。えー、あ、そうなんですね。地域だと思ってたああ。唐辛子の名前。あ、まあ、地域もあんのかもしれないけど、と、そう、万願寺っていう、なんか唐辛子っぽいよ。うん。ん<ー>そう。だから、いろいろ間違えしたなっていう。なんか、 っきりあのー、なんだろう長野にあるそういう万願寺って寺の寺ってなんだってよく考えたら寺って唐辛子売ってるわけないんだけど <laughs> 勘違いもひでえなって話じゃなんだけどでもなんかその寺の名物かなって勝手に思ってましたも違ろ京野菜ですね京野菜です、ね、なん、うん、京都料理屋で出てくるから京都料理だと思ってました、うん、あなるほどね あれは、結構。物語だしだと、なんか、飲食店とか行くとかなり置いてあるよね。あれはね。置いてある、置いてあるんです。焼いた、焼いた万願寺。いや、かなり、かなり食べますね、あったら。あ、そうなんだ。うん、うまいよね、うん。で、おすすめと。いうことね。まあ、あはい、温泉とかのなんかおすすめあんのかな、みたいな。アクレアドっていうのは、 その、他に、そういう宿泊施設があんまりない場所にポツンと立ってるって意味だよね、多分ね。隠れなんちゃら。隠れ度って、確かに、要するにあれですよね。あの、なんか草津とかではないってことですよね。うんうん。うん、そう。名もなき場所にあるってことなのかな、ね。多分そういうことだろうね。だから、結構ないってことでしょ、他に。ペンションとかとも違うんだペンションとかだと結構ね、周りにさあ、さ、うん、あったりするから。 そういうことなんじゃないか。ま行ったことないのクレアド？うん。<laughs> 俺もないなあ。<laughs> あけどね東京にえっと世田谷にあるんですよね。隠れレアドじゃないけどそういう施設がその本当にあれ駅駅名忘れちゃったけどそれで結婚記念日で去年行ったんですけどそれすごい良かったです。と隣なのに旅館みたいなのがあってだ、えー、だから普通の世田谷の街の一角にあるみたいな。えー 結構隠れっぽいのあれ昇明さん、なんか言っとしませんうでした今い。いや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 、ないなと思って、その経験が。あ<ー>ううあ、そう隠れドっていう、大体なんか観光地に行って、まあ、何個かある中から選ぶしか、確かにやってないなっていう。まあでも、そうですね。まあ今は多分ね、どっちにしても無理でしょうけど。 コロナがあるんでじゃあ逆にチップってるイメージあるなあのー、じゃあ翔平さん初,、はい、初,初メール選びしてみますかああの持ち込みじゃ持ち込み質問あ持ち込みち込 <laughs> 翔,平翔平さんですか翔平さんからもっていうはい、えー、はいほいえー ストファイブの話なんですけど、まあ、マシュマロでストファイブの話よくされてるんで、はい、ちょっと便乗しようかなと思ってなるほど私なりの結構疑問があってそれをちょっと梅原さんフードさんに聞きたいなというのでストファイブってなんかみんなあのやってる人は周りに結構いるんですけどなんかそのと遊ぶのついでに会ったついでとかにじゃあちょっとストファイブ何戦かやれないみたいな。 そういうのみんなやらなくないですかっていうわかりますえーっと,ーち,ょっとのちょっとなんかあった時とかに、うんあのー、今までの例えばバンパーハンターとかだったら、えー、ちょっとハンターやろうよみたいな、うん、は全然あったんですけどスト5ってみんな本当になんかランクまでみんなちゃんと普段一1人ではやってるのに。うん みんなで会ったときとかにやってる人のをまず見ないと。ああ、それはえごめんなさい、どういう人たちのお話ですかたと例えば、まあうん、例に出してあれですけど、折笠さんと、例えば亀さんとか、両方やってるじゃないですか。うん、で、うんうん、仲もいいじゃないですか。うん、じゃあ、2人であのちょっとスト5やろうよって、やったことあるんですかって言ったら、ないんですよ。へ<ー>な遊びとしてはなんかや,やらないみたいな。 ああ、確かに格ゲーって、そういう微妙な重たさありますよね。例えば、あの、俺、なんだろう、対戦部屋とかで参った時に、フードとか、板さんとかと結構シャドバとかやってたんですよ。シャドバだと多分ハードル低いんですよね、俺たちにとって。うんうん、まあ、<分>プロの人はまあ確かにね、おお重たいと思う、ね。うんうん、なんで、なんでみんなそんな重たいのかなっていうのを、 あのどう置いてあったら結構やりそうかなっていうのは。ああ、機会がないからみたいな感じですかね。飲み屋とかに置いてあったらやる、やるそうな気が。あーまあなんかその、労働時間が長いとか、まあ、1試合がちょっと昔のゲームで長いとか、うん、まあなんかいろいろ要因はあるのかなと。 ああ、どうなんすかね。でも、まあ、俺らはもう完全に、俺らっていうかまあ、俺は完全に、その、あれですね、やるんだったらちゃんとやりたいっていうだけですね。どうせやるんだったら。うん、うん。ラスト5に関してはね。別にその、バ、はい、ンパイアハンターとかだったらやってもいいですけど。バ <laughs> <laughs> ンパイアハンターちょっとやんないとかだったら別に、もういいよみたいな感じでいけるんですけど、なんか、やっぱ仕事だし、ちょっと構えちゃいますよね。やるときに。よいしょって感じでやる感じですね。 例えばこれ、あのー、今、現役のゲームじゃないですか、ファが。うん。あの、これが例えばシックス出た時に、うん、あのー、ちょっと久しぶりにブちょっとやらないとかだとどうです平気なんですけど、うん、あのー、そういう感じで俺フォ4を全くやってないんですよ。うん,う,んう,んうん。多分、なんだろう。あのー、なぜバンパイハンターが気軽にできるかっていうと、はいえ。えっと、 続編じゃないからだと思うんですよね。スト5が、ヴァンパイアの。<ー>スト4って、ちょっと、スト5ってちょっとスト4から流れてきたっていう感じがするんですよ。なんとなく。はい、だから、な,なんか、もう、いや、全くやんないゲームになっちゃって。スト2とかって、なんか、5と明らかに違うんで、うん、あの、気軽にやれたりするんですけど、フォ、うん、4とかや,やらないって言われると、まあ、あれはちょっとメモしがめ難しいとか、まあ、いろんな理由がありますけど、うん うん。たぶんゲーセン行って、え、じゃあなんかちょっと、梅ちゃんとか梅さんは4やろうよって言われたら、いや、いいやっていうなっちゃいますね。<laughs> <laughs> サードとかだったらまだいいけどみたいな。いや、フォー,フォーはいいわいな。ガロスペ全然やりますよ。ガロスペ全然やりますよ。サムライスピリッツだろうが、豪傑ケだろうが、<laughs> はい、やりますよ。ただ、ストフォーはちょっときついですね、なんか。フードさんどうですかなんか、 あれ,あれな感じしましまたねその飲んで喋るのとを放棄してゲームをやって喋るだと思うんですけど単純に、たぶん5の今の現状だと、うんまあ、飲んで喋った方が面白いでしょっていう判断でやってんのかなってで6が出たらその多分飲んで喋るよりゲームしながら喋った方が面白いってなると思うんです最初ってだからみんなゲームやるのかなっていう。 やっぱそのえ単純につまんないと思う選択肢って取んないじゃないですか。も、うん、ってるとつ、うん、まんないっていうより今が楽しいだったらより楽しい方を選択肢すると思うんで,、はいはい、でなんか単純に、うん、まあみんなで話しながら飲むの方が、まあ、今楽しいんだろうなって俺は思っちゃうんですかねだから勝ったほうに1万円やるよとかあったらやるんじゃないですか楽しくなるからたぶん。多分あ<ー> <laughs> お前,お前か、竹の話すると、お前、令和の虎が、お前、最近はの。あ確かに。ねえ、あれでちょっと今。ポーカー、ポーカーでね。うん、楽しく見てたのに、あれ。まあ、みたいな、かなと思う。それは要するに、比べ。比べた時に、面白い方チョイスしてるという。うん。なのかなっていう。これちなみにあの、プロの意見の、プロの方の前で、 私の意見言うのはすごいなんかあれあの恥ずかしいんですけど私の意見ちょっとだけ聞いてもらっていいですかあの考えてあのー、ちょっとその、あのー、感覚でゲームできる部分と考えなきゃいけない部分があるじゃないですかはい、わかりますなんかダイヤするにしても、うん、感覚でとりあえず振っとけみたいなのと、うん、いやちゃんと考えて振らないといけないゲームみたいなのがあって、うん、まあちょっとその5はその思考の 割合が大きいから考えないといけない部分が、うん、ああまあそれはあるかも気軽にいけないのかなっていううんそれあるかもしれないですね,だとねなんかとりあえずんとなくで振っといてな,なんとなく対戦になってなんとなく楽しい感覚でまあできる部分はあるんですけどね操作が簡単だから、ね、で<も>っていうのはあると思いますね、うん、うん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 いやわかんないですまああのストツあでもなんかストツって気軽にできますよねあれ不思議ですよねなんでなんですかね 早く終ある、技が強い。じゃんけんの数少ないのいいかもしれないですね。うん。なんか、あと、あとねあ、もう一個理由がある。あのゲームって、待つと弱いんですよ。だから気軽にできると思うんですよ。あ,<ー>あの、ストライとかって待、いい待たなきゃいけないところは結構あって、それが、なんか、中途半端にやりたくない理由なんですよ。まあ、ストフォーもそうなんですけど、ただ、相手にトリガーが溜まって、なんか、あ、じゃあ、待たなきゃなってなるのが、もう、だるいんですよ。あ<ー> <laughs> 正直。だそこでスト2だったら、 あの、ひよってるやつが、まあ、基本知るんで、まあ、何かしらの行動を取らなきゃいけないっていうのがすごい分かりやすくて、今ほら、それこそあの、バンパイア、俺やってるじゃないですか。バンパイアなんだっけフードが、フードがもう今、サバイブ、サバイブサバイブ。サバイブかあ。あれはすげえ楽しいなと思ってやってんだけど、あれって何が面白いって、多分、休む瞬間が一秒もないからだと思う。まあ、一秒もないは予選かもしれないけど、ほぼないからだと思うんだよね。だから、なんか、あの、没頭しちゃうっていうか、次からすげえと、 あの、レンコイン、レンコインってしちゃうんだけど、ストツーもそうで、ね、なんか、うん、その、休んでる暇がないから、おやめ時がないみたいな感じなんですけど、ストフイブって結構なんか、待って、勝ち負けが出て、うん、ああ、みたいな。なんかそこで一回ちょっと冷めちゃうんだ、ねね、あ<ー>確かに言われるとそこあるな。俺は。は、早いっすよね、リスターとか早い。 普通もあの、てれってテてテテテの速さえ,えぐいっすよね。<laughs> <laughs> なんかその,の、そうだね。そうだね。あの音えぐくないですか速さ。そうボの、ぼーンんつってもキャラ選んだら、その,その後なんか、つ <laughs> <laughs> って飛行機行って、で始まるからね。うん、やっぱ、<う>いや<う>のね。あ、来るじゃないですか。いや、これね、ちょっとじゃあ話をさらに膨らませるとですね。はい。これ、雀荘でもそうなんだけど、あの、例えば、4人でマージャンをしてる、 時に、誰か一人が辞めるって言うと、一気にそこで拓が割れる可能性って結構あって。うん、まあそうっすよね。で、あの、例えばメンバーが入って繋ぎますよって言うんだけど、なんかそこで冷めちゃうね。メンツが変わることで。あ、ちょっと待つ。その、例えば、それが3分なのか5分なのかわかんないけど、ちょっと待つっていう、その時間でもうなんか辞めちゃう。あ、じゃあいいや。みたいな。 だからその隙間なくやれるっていうことが多分一つのこう没頭感を損なわない大事な要素で人間の、うんうん、だそういう意味であのスト2は本当にずっとやっちゃうっていうのはあの開始からゲ <laughs> ームが始まるまでの短い時間がまあ優秀なんだなっていうかうんだから平成もそうっすもんね平成もそうじゃないですかう,、ね、うん、うん、大事だよねにそは確かにだんだ短くしてほしいな うん、やあと、終わるまでの速さだと思うな。やっぱり、始まるのも大事だけど、うん、終わるまでも長いし、うん、なん,なん,でううでんだよ、99秒。いや、俺、時間も、時間も長いなと思ってるから、うん、普通の99秒ってもっと短いからさ、うん、実は。ね、はい、短いですね。うん、なんかね、なんか疲れちゃうんだよな、長すぎて。うん、没頭できない,い、ね。 い,いや、ありがとうございます。はい。はい、っていうのはあると思います。ストツだったら多分できるんですよ。パッとやって、うんうん、パッと終わるから。うん。いや、あの、そんな結論になりました。友達とかに話しても。ストツだったらやるんだっけどね、<あ>みたいな。ああ、そうなんですよね。そうなんですよ。うん、はい。ありがとうございます。はい。じゃあ、えっ、ー、と、ちょっとま、これだ,だから翔平さんながら、まあ、じゃあ、あと、まあ、一二個ですかね。 12時ぐらいで終わるっていうでもなんかこれレイド来たのかなトバ漫画からもしかして。あ、トバ漫画来てますね。あ、ちょっと。あ、確かに今日はあれじゃないですかあの若者の優勝者決まったんじゃないかな ?24 歳以下の。あ、う誰が勝ったの確かに誰が。確今日で終わりだった。ったジョン君。あジョンなんだ。まあまあ。まあ、ジョンって感じですか。ああ、じゃあ、えなるほど。一人だけだよね。そっか出一、ね、人ですね、一人です、ね。うん。さすが。 じゃあ、えっ、ー、とちょ。ちょっと今4通ぐらい来てるので、あの、ディスコに追加しますあ、音ですかはいはい。あと1、2個です。ちなみに今のうちに聞くんだけどフルトって、この後配信はするあ、今日はしないっす。あ、あのー、しないんだ。ちょっと、いや、赤ちゃん対応しようかなと思って。あー、なるほど。もう、もう、あれですか、ね。た、うん、ったんですよね。けどあれです。なんかもう病、ビュですね。もう、ちょっと熱造まであるんです。<laughs> どういうこと ネットままあります、ね、あ<の>全部お前んちの出来事だからよ。ちょっと話したの写真撮ったっていう感じで、あ<ー>それ瞬本当に秒だけ経ったって感じなんですけど、あれだけ見るとなんか一生経ってそうじゃないですか。はいはい。ただもう、なんなら俺は立ったところ見たことないです。もう厳密持っと言うと。スクラムをしたの写真撮ったんで、厳密に言うと、写真だけ立ったという。うん、おめでとう。早い。 ちょっと今メールあのディスコに追加していってるのではあいうまあ今フードが作った勝ちたがりランクを見たキャミあーキャミがトップえー、まあキャミーよりかなって下はなんかちょっと難しいなっていうふうに思いましたうんそうね ミカってここまで落ちるいや、はもうわかんない。下の方は正直結構みんなもうぬるくやってます。ああ、確かに。ホンダはね、俺もうちょい、ホンダとミカもうワンランク上でいいかなああ、なんか、下に時間使っても、そんなに前に進まないだろうっていうので、<laughs> <に> <laughs> 大体上の方に時間を割くという。確かにそうです。 じゃあちょっと今、ディスコにも言うた。はいはい。じゃあこれで読みますね。ちょっと待ってくださいね。はい、えーっと、うーんえ。じゃあ、ラジオネーム、本さんかなえー、っと、はい、今までのソイッファイターシリーズの最終バージョンすべてのキャラ。 最終バージョンなんで、まあ、多分スト4とスト5ってことっすよね。他のゲームは基本的に一作品なんで。うん。っていう意味で最終バージョンって言ってるんだと思うんですけど。で、システムもそのままで、えー、あの、すべてのキャラが使えるゲームが出るとすると皆さんはどのキャラを使いますかまたどのような環境になると思いますかっていう話で。うん。使いますか なんかその、強い、単純に強いキャラっていう話をするのか、それとも、自分が使ってきたキャラの中で、一番勝てそうなキャラなのか、それとも一番好きなキャラなのかっていう、視点によってもね、ちょっと話が変わるかなって気がするけど。ストーのキャラとストブのキャラを戦わすのかとかね、変わりそうですよね。システム的に。そういうことらしい。ストのキャラ強すぎるっすよね、多分。ストあーああ。 フォ強いのヘリやばいっすよ。中足波動のヘリやばいじゃないっすか。殺意はね殺意、うー、ん、まあ。セビキャンやばいですよね。セビキャンは強いか。ゲージ4本で。省流拳ゲージなし。いや、でも V トリガー、V トリガないんだぜ、でも。ウルコンあるじゃないですか、ウルコン。<laughs> ウルコンの方がいいえ、ウルコンと V トリガあやったらさすがに V トリガが強く、ね、<え>ないえないいやいや、キャラによると思うけど。うん フェイロンのだって、ウルコン、欲しいいやー、欲しい、欲しい。全然欲しいっすよ。あー本ほんとあへー。うん。あ、そうなんだ。なんかボイトリノが強いのかなと思ってた、このゲーム。え、てかまあ、ミカはまあ、少なくとも弱いじゃないですか。ああ、そうね。でも、1回しか使えないよ。ポイ,ポイズン。うん。ウルコン1回。まあでも、減るか ?500 とか減るもんな。うーん、減る。起、うん、き上がりもやばいし。いや、でも、好きだらけだぜ。ガ <laughs> <laughs> ードされたら。まあ。 うん。あ、でも、クラカン、あのクラカンというシステムないからね。ストフォだからね。クラカンないですね。いや、うん、いや、セービングありますよ。ああ、そっか、セービングあるのか。あと、バックスって無敵っす。ああ、ストフォの方が強いか。確かに、ディフェンディフェンシブな。うん、あ、しゃも、シャガグラが出んのか。<は>シャガグラが出<は> <laughs> ます。<laughs> あ、じゃあ、あ強いな。<laughs> じゃあ、あの、あれだな、えっと、ストフォー対ストスリーになるんじゃない？強さ対決でいうと。え、さすがにストスリーの方が強そうな気がすんな。 だからまあ、ユンとチュンリーがもうぶっ壊れてるから、なんか、当てない気がする、誰も。あ,あブロッキングも、だって、ギルのブロッキングにうちは震えてるわけじゃないですか。うん、全然、全然あんな、あんなの、をあんなのもう、に、まがいものですよ。まがいものですよね。まが <laughs> いものですき出してね。うん、全然。おすり、ストツもでもな強いでしょう。 弱いかなぁ。まあスタンチとダメージが魅力的ぐらいじゃないうん、あのな、ー、そう。だよね。ま、あだから、えっと、いやでも、バイソンとか結構いけると思うぜ。あー、X バイソン。X バイソンとかだったら、いや、俺とりあえずフェーロンには勝てる。ストフォーのフェーロンだったら、<laughs> <laughs> バイソン、あ、でも、 セービング、ちょっと困るかもしれないな。そっセ,セービングでやばいですよ、セービング。ああ、そっかそっかそっか。うん。確かにセビナリーな、うん、そっか。あ、ダメだね。じゃあダメだね。うん。X のガイルとかだったらな、なストフォーキャラに結構いけそうなんだけどなだから。ダルシムとかのがいけそうじゃないですか。ああ、ダルシム、ダルシムいけそうだね。うん。ダルシムフェイロンとかもう、マジで無理だと思うよ。 だって、大パン、ちょっと食らったらもう前に行けなくなるじゃないですか。<laughs> えっと、いや、スタンチはそんなないんだけど、<laughs> まあそうだね。基本、そうだね。しゃがみ中キックが確か、な、何フレだっけあのゲーム、2フレとかなんだよな、確か。ちょっぱやで。スラストキックが。で、スライディングで、絶対に、レッグが落ちるから。うん、はいはい。うん。うで、ファイヤーはセビしても多分大パン、食らうし、 あ、けど<も><も>多分天使で積むな。あ積まないか。投げ打敵あるの。いや、ない。いやえ、投げ返しだね。投げ返しになると思う。ね、シンプルに。あの一振れだから、投げが。むしろ、ダルシムの、なんか、石棺破裂、結構フェーロンきついと思うよ。ジャンプしたら中盤が出て。ああ、でもどうなんだろうね。な,な,なんのき。あの やっぱスト3スが強いのかなスト3スっぽいね。ああ<ー>、こ<で>れは。ああ、大ちょっと無法すぎる。まあ、そうだね。スト3スのチュンリーが最強でいいんじゃないですか多分。あ<ー>スト4のサガットとかが仮に使えたとしても無理だろうな。うん。うん。は<わ>、ファイブのアビゲイル。っていう感じ。あ、じゃああとラスト。次じゃあフードが。 ラストぐらいにしますか。<ー>はい。ちょっと今日は早めに終わりますね。<あ>はい。はい。あ、じゃあ。見てます、見てます。あれじゃあ。フィ<ん>ーフさん。ほい。ええ 当期オリンピックを見ていると、スノボ競技もスピードスケート競技も海外の選手で。三十歳を超えたベテラン選手結構かっていて、驚くことがあります。そんな中、一つ感動したエピソードがありました。スノーボードクロスという競技で、二千六年鳥のオリンピックの決勝。ある女性選手、がゴール直前のジャンプで余計な格好つけポーズをしたせいで転倒し、金メダルを逃しました。その選手が二千二十二年北京オリンピックにて。 36歳という年で同じ競技で優勝。しかも最後のジャンプでちょっとその余計なトリックをしたというのです。意地なようなものを感じますし、うん、16年間のピーが晴れ、晴れされた喜びを思うと胸がしみじみ熱くなります。人生において後悔みたいなものが知らずとモチベーションになっていること結構あるような気がします。皆さんはどう思いますかうん大会でもありそうだなと思って、ストパイル。ストパイルって格ゲーでも。 おーね、なかなかないもんね。<っ>でもね、そういうふうに。なめ,なめぷ負けしたことありますなめぷ負けはいや、ないと思う。大事な大会でそういうことしたことないな。うん、なるほめぷ負け。だから、あの、さ、近年で一番俺が見た中でやっぱ、うおって思ったのは、あの、小高のコンボミスなんだけど、 ああ、けどまあ。ああ,あ、確かにあれは、うん、もちろんあれは、あの、ナメプでもなんでもないんだけど、うん、うん、しかも余計なこともしてないっていうかね。そうですよね。うん。まあ、だからあれだよね、サコさんが、カプコンカップの決勝で、あの、最大にこだわって、本をミスって死んだみたいな感じだよね。多分ね。そうっす。まあ、まあ。<laughs> コメばけののおしげさんと小川のやつのガッツポーズで、あの、そのまま負けてしまうという。<laughs> 確かにあのガッツポーズいらなかったな <laughs>。けど、あれのガッツポーズいらなかったぁカプコンに入る決心ついたかもしれないですから、ね。<laughs> いや、いや、あの時もうカプコンだよ、<laughs> あの人。あれも、あれも確かカプコンだよ。あれ, <laughs> あれで入る決心ついたらやばいけど。<laughs> うん 確かにね。でも、うん。なんか、あの、見せる競技と違って、その、考え合って別に、そこじゃねえじゃんっていうか、ほとんどの人にとって。勝つっていうことが大事で、あの、うんうん、連続技最大決めましたとか、別に意味ないじゃん。そうっす。なんか、めちゃう気がすんだよな。うん、なんか、その、パンクとか、屈伸しまくってたじゃないですか、一時期。うん,うん。気らせで。うん。なんか、 単純につまんねえなって思っちゃったから。ああ<ー>。多分俺だけじゃないと思うんですけど。要は、うん、あれだよね、そのフブが前言ってたのは、その、えっと、明確にそんなことをするのは、なんか違くねっていう話だよね。うん,うん。勝ってるし、うん、なんか、からいらない時間の長さだな。なんかそのスキーのやつって、多分その10秒間の時間は変わらないんですよ、ね。うん そこでちょっとじゃあ見せようかなっていうのはまだ分かるんですけど、その、チタンして倒さないって、ただ時間を延ばしてるじゃないですか。うん。その延ばした時間が別につまんないっていうのが、そうだなっていや、そうだね。うん、だか、ね、ら、あのー、なんていうか、まあ、ちょっと立ちが悪いよね。あおり,りの質としてはね。うん。うん、ただ、なんか長くするっていう <laughs> 無。無駄な時間だよね。それは思う。ね。 まあでもじゃあそんなとこですかあいよよ、はい、今日ははい。はい、大変短く、短く終わる。コンパクトにあだけどね、1時間みたいな感じですもともとはね、1時間ぐらいだから、なんかいつの、いつの、いつの頃からか1時間半になったけどね。うん。でもまあ、パリとかで話してたりすると、まあ1時間なんて本当にあっという間だからね。うん、うん。まあ、とりあえず今週はこれで。まあちょっと、はい、あの、先ほど翔平さんと、 ラジオをどうしていくかっていうその話をいやっ<う>俺がほら、マシュマロをやっちゃってるから、ちゃんとね、差別化をしたいから。そうですね。うん、ラジオはラジオの面白さを、はい、ちょっと考えたいなと。はい、はい。というわけで、エンディングです。はい、えなんて言いましたエンディング、エンディング。あ、エンディング、あ、ごめんなさい、エンディング入。はい あ,あ、じゃあ今日私こんなもんで落ちます。また来週おねだすお付き合いです。はい、すちょっとエンディング曲なの流れないので YouTube で出しておきます。はいはいわかりました。じゃあえっ、ー、とでも今日フードが配信しないんで、かじゃあはい誰か適当に、はい、誰がいいで誰誰かやってる人いますか。 スケスケにしますか。で、はい、ちょっとまたビーストカップのことはまたラジオでにって決まったらはし、はい、ます。いまじゃあ皆さんまた、はい、明日。明日皆さんありがとうございました。はいはいどうもまたもありがとうございました。<ー>お願いします。じゃあ皆さん。